テレスピンとテレスイブル、この2つのステップは昔からとても多くの人に踊られ大変人気のあるステップです。2つのステップを分けてご説明しましょう。まず最初にファーラウェイリバースからテレスピンです。このポジションはとても大切です。男性の両足は平行で女性の方へ向いています。またセンターは女性の方へ向いています。頭の位置はここを向いています。よくすべてが女性から外れていますが、これではいけません。左足は他の方を向いてしまい、センターは女性からそれてしまい、これは男性が回転をしようとするあまりにこうなってしまうのです。今女性は回転を待っています。男性が自分のホールド全体を次のステップへ向けてターンさせるのを待っています。ですから実際男性は両足を女性に対して平行に向けてリードするようにしてください。またセンターは女性の方へ向けて、頭は左へ、そしてホールド全体を一つのものとして回転させ、ピボットして横に閉じてとなります。女性はそのリードを待っています。練習するときはこれらのキーポイントをよく思い出してください。足を平行に保って、センターを保って、頭を左にです。女性がリードを待って、全体を一緒にターン、もう一度やってみましょう。皆さん、ロレインと私の間の完璧なタイミングが分かりますか？ハーモニーです。2人が一つのものとして調和しているのです。ワンピースです。テレスイブルに進む前に片手でやってみましょう。ファーラウェイリバースをして、女性はヒールターンをして、男性がポジションにつきます。ここで彼はホールドをターンさせ、頭は左へ横に閉じます。練習にとてもいいです。ロレイン、何か女性のテレスピンでのタイミングについて女性の皆さんにしていきたいことがありますか？ここでもまたビッグトップと同じタイミングがあります。女性にはとても重要なアンドカウントがあります。でもアンドリューが言ったように、男性にも時々起こる問題で、それは男性が体を回転するのが早すぎてしまうことですが、女性がテレスピンの動作に入るとき、男性と同じような問題が女性でも起こります。お見せしましょう。ヒールターンをして、体は男性の方に向けておかないといけません。センターは男性の方へ。女性に起こる問題は、次の動きを予期するあまりに頭が前へ倒れてしまい、走ってしまうことです。これは間違いです。ですから回転して、男性のセンターからのリードを待ってください。もう一度、タイミングは男性のセンターからです。女性はこのタイミングを待たなければいけません。頭の位置については、女性には2つの方法があります。右へ頭を返してもいいですし、あるいは左に保ったままクローズドポジションの位置でもよろしいです。アンドリューと一緒にこの2つの形をやってみます。違いをご覧ください。頭を返して、もう一度、今度は頭を左へ保ったまま、テレスイーブルはテレスピンと非常によく似ています。特に女性が動きの中でアンドカウントを持つという意味で似ているのです。また男性がステップをリードする上で、センターとタイミングを強く意識することが必要だという点でも、またテレスピンによく似ています。テレスイーブルはよくプロミナートポジションから踊られます。そして通常アウトサイドスイーブルやビッグトップに続きます。リードにおけるただ一つの違いは、このポジションで私はロレインの方へ回転して、
少し彼女を前に私の周りにリードしていることです。テレスピンはだいたい LOD 上へ踊られます。かなりのローテーションが最初にあります。そしてアウトサイドスイーブルへ入っていきます。もう一度練習しているときはゆっくりとこの位置へ来て、両足は平行で女性の方へ向き、女性はここで直線上に踊っていきます。頭は左へ、私の位置までテレスピンと同じです。こうしてロレインは彼女の両足を閉じていましたが、今ここで開いています。私はホールド全体を回すようにして、するともちろんロレインをターンさせるわけです。ちょっと後ろ向きになってください。よく注意してみてください。ロレインは頭をクローズドポジションに保っています。